広くて美しいディスプレイはクリエイターに大きな力を与えます。アウトプットの質を高め、インスピレーションを届けてくれます。シンプルな配線設計はガジェットが散乱するのを避け、デスク周りを常にクリーンに美しく保つことができます。私の愛用する 4K31.5 インチモニター、デル U32199 をご紹介しましょう。どうもこんにちは、クリエイターのこたです。最初に結論を話しますと、このモニター、コストバランスの優れたとても素晴らしいモニターになっています。約1年半ほど愛用していまして、最近もう1台欲しいなと思っているくらい、僕のクリエイティブワークには欠かせない相棒となっています。この1年半ほぼ毎日と言っていいくらい、このモニターと一緒に過ごしてきました。そんな中で感じた良いところ、気づいたことなどについてレビューしていきたいと思います。なぜ 31.5 インチを選ぶのか、なぜデルにしたのか、プロの現場でどの程度使えるのか、クリエイター視点で語っていきたいと思います。それではまず外観を見ていきましょうか。表面は驚愕縁にさりげなくデルのロゴが配置された大画面 31.5 インチ 4K ディスプレイです。 HDR にも対応したハイエンドモニターとなっています。モニターサイズは横幅 71.3cm、 縦幅 41.3cm です。表面はノングレア液晶で反射が少なく、ハードワーカーの目にも優しい仕様となっています。モニタースタンドのカラーは暗めのシルバーとなっており、マットな質感で統一されたデザインとなっています。ちょうどアップル製品のスペースグレーと近い色味になっていますね。私が愛用しているロジクール製のキーボードクラフトやマウス MX-AnyWay2 ともとても馴染みの良いデザインです。可動域は縦方向に 10cm、 接地面 8.5cm から 18.5cm までの調整が可能です。左右方向への角度調整可動域は60度、左右にそれぞれ約30度の調整が可能です。前後の角度調整は上方向に20度、下方向に10度の調整が可能です。スタンドにはピポット機能がついており、簡単に90度回転させることができます。スタンドの安定感がとても高く、操作上の危うさを感じることは一切ありません。モニターアームを使わずに付属品だけでここまで自由に扱えるのは嬉しいですよね。またスタンドがワンタッチで簡単に脱着できるのもこの製品の良いところです。背面はブラックとのバイカラーで落ち着きのある上質な仕上がりとなっています。それともう一つ僕が気に入っているところ、電源ケーブルがシンプルということです。え、普通じゃないの？と思うかもしれませんが、モニターの電源ケーブルって間に AC アダプターを中継する仕様になっている製品って結構多いんですよね。せっかくモニターの薄いデザインに惹かれて買ったけど、あのバカでかい AC アダプターをつけなきゃいけないのかってことよくあるんですよね。その点このモニターはシンプルな電源ケーブル1本で使えて、コード類が散らかるのを抑えてくれるのでありがたいです。 Apple 製品は昔からデザインの評判が高いですが、最近のデルもなかなかデザインに力を入れてるなと思いませんか？アップルのシンプルでエレガントな印象のデザインとはまた少し違った良さがデルのデザインには感じられます。質実剛健と言いましょうか、エレガントさの中にも頼もしさを感じるデザインとなっています。続いてポート類を見ていきましょう。サイドには2つの USB ポートがついています。背面には上から USB 端子が3つ、オーディオケーブル端子、USB-C、ディスプレイポート、HDMI などが揃っています。本機の嬉しいところは何といっても USB-C サンダーボルト対応というところです。MacBook もケーブル1本で簡単に接続ができ、給電まで行えちゃいます。iPad もケーブル1本で簡単につなぐことができます。複数台のマシンをモニターに接続しているときは、下のメニューボタンから切り替えを行います。こういうときに便利なのがKVM 機能。表示されている画面に合わせて USB とオーディオの自動切り替えを行ってくれます。こんな感じで画面を切り替えるだけで自動的にキーボードやマウスが使えるようになります。
差し替えたりスイッチャーを別に買わなくていいのは嬉しいですよね。スピーカー出力も自動で切り替えてくれますよ。その他に2つの入力を1画面で映してくれるピクチャーインピクチャー機能、ピクチャーバイピクチャー機能が搭載されています。複数のデバイスがつなげる外部ディスプレイだからこそ、こうしたデバイス間の使い分けがシームレスに使える機能が揃ってるっていうのはすごくありがたいですよね。ここからはプロの現場でどの程度使えるのかという話をしていきたいと思います。私がなぜ 31.5 インチを選ぶのか、それは生産性と臨場感を最大化するのに最も適したサイズだと考えたからです。人間の受ける臨場感は視野角が広がっていくのと比例して拡大していき、視野角80度から100度付近で飽和すると実証されています。このモニターを視点から50センチの位置に配置した場合、およそ80度から100度の視野角となり、無理のない自然な距離で臨場感を最大化することが可能です。このようなことからも 31.5 インチモニターは臨場感とスケール感を兼ね備えた最適なサイズだと僕は思います。また 4K31.5 インチはユーザーに広大な作業スペースを与えてくれます。ドットバイドットの 4K 表示でも無理のない文字サイズで表示することができます。これこそが私が 4K31.5 インチモニターを選ぶ理由でもあります。27インチ以下ではこうはなかなかいきません。圧縮率によって精細感は得られますが、ドットバイドットの 4K 表示だと文字が小さすぎて読みづらいです。 31.5 インチなら例えば Windows でスケーリングを使わずに拡大縮小とレイアウトを 100% 設定にして、ドットバイドットの 4K 出力で表示している場合、スタート面にはおよそ1センチ四方で表示できます。 Mac であればディスプレイス環境設定をスペースを拡大設定にして、同じくドットバイドットの 4K 出力で表示している場合、メニューのリンゴマークはおよそ3ミリの幅で表示されます。ドットバイドットの 4K 表示でもしっかり実用に耐える視認性を確保できます。クリエイティブな作業をするときに広大な画面スペースはメリットが大きいです。例えばプレミアのような映像編集ソフトではタイムラインと映像プレビューのエリアがより広く両立できます。グラフィックデザインや UI デザインの環境ではアートボードをより多く並べて作業することができるので、デザイン全体を俯瞰しながらの調整が可能です。プロジェクト管理の現場ではガントチャートやデータが見やすく、プロジェクトの進捗状況を一目で把握することが可能です。なぜデルを選ぶのか、一番はデザインと機能性が魅力的だったからという理由が大きいですが、もう一つ選んだ理由としてデルの手厚い品質サポートにあります。デルにはプレミアムパネル保証という業界トップクラスの保証がついています。この保証がついていることで、一つでもドット抜けがあった場合、保証期間中は無料でモニターを新品交換してくれます。他のメーカーだとなかなかこうはいきません。ある程度ドット抜けは許容範囲と考え、納品時に5個とか10個とかないと交換対応してくれないところって結構多いんですよね。1ドットに魂を込めるクリエイターであれば、ドット抜けの外れ品は絶対に避けたいですもんね。色再現性について、色相カバー率は sRGB99% のカバー率をクリアしています。納品時にその証明としてこのような書類と一緒に納品されてきます。 sRGB99% という色相カバー率は優秀ではありますが、正直称賛するほどのカバー率ではありません。プロ機材としてはまあまあ写りが良いといった感じですね。上を見れば本機よりもはるかに色相をカバーした製品は多く存在します。私も昔はプロ機材だから色相カバー率は Adobe RGB100% じゃなきゃやだとか思ってた時期もあったんですけど、最近は少し考え方も変わってきました。もちろんハイエンドには越したことはないんですけど、例えば色相カバー率が完璧なスーパーハイエンドモニターを買ったとして、自分が作ったクリエイティブを果たして何人の人が同じ環境で見れるだろうと考えた時、おそらくそんな人なかなかいないと思うんですよね。むしろ粗悪な環境で見ている人の方が圧倒的に多い。であればそういったローエンド環境でしっかりよく見えるものを作った方が有意義なんじゃないかと、そう考えるようになったんです。例えば映画制作のような視聴環境が保証されている現場では当てはまらないかもしれません。でも
今はスマホ時代ですから、ほとんどの制作物がスマホの画面で見られてますよね。ネット経由で配信する場合、何かしらの画像圧縮が必ずかかっています。むしろこだわるなら、最終的な視聴環境のスマホの画面で色チェックした方が有意義だと言えますね。一般的な映像制作、ウェブアプリ開発、ゲーム制作の現場では sRGB がしっかり出ていれば特に問題はないと思いますよ。実際に僕もずっとこのモニターと仕事をしてきましたが、それが原因でトラブルになったことは一度もありません。印刷や服飾なんかはこだわると結局ディックやパントーンなどのカラーチップで指定しますし、結局最後は色構成で現物を詰めていくっていう作業が発生します。今後スタッフが増えたり、別の場所に制作環境を作りたいなんてことが発生しても、このぐらいの価格帯ならまあ無理がないですよね。そう考えた時に、このモニターは僕にとってのベストバランスなのと感じました。これからね、モニターを買いたいけどどれにしようかななんて悩んでる人の参考になれば幸いです。以上、いかがだったでしょうか。いいね評価、バット評価、どちらでも構わないので、下のボタンで評価いただけると嬉しいです。ご質問とかご意見あればね、ぜひコメントください。このチャンネルではデザインやクリエイティブに関すること、そしてテクノロジーやガジェットなどについてクリエイター視点で語っていきたいと思っています。気軽にチャンネル登録してもらえると嬉しいです。最近 SNS も始めました。概要欄にリンクを貼っておきます。興味あればフォローしてください。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。